台北不法銀行は台湾の台北市中山区に本社のある商業銀行であり2005年1月1日に台北銀行と不法銀行が合併して誕生した。存続銀行は台北銀行となっているがもともと富国グループ色の強い不法銀行のイメージがそのまま反映されており台北銀行の面影はほとんど残っていない。前身は 台北市銀行であり、台北市政府による国家の金融政策に協力し、地方金融と市政の調整と支援、また、台北市の広告業務を代行して、出資、設立を行う金融機関として、1969年、設立された台北市の直属金融機関であった。そのため、当初は法人資格として登録されていなかったが、1984年に、 株式会社化した。さらに1993年には称号を台北銀行とし、それまで台北市に限定していた営業範囲を政府による金融自由化の推奨の影響も追い風となって高尾市に高尾支店を開設したのを皮切りに隣接する台北県など全国へ支店を次々と開設して行った。二千二年十二月に富国金美化へ。 経営統合を行い、2005年に、東フィナンシャルホールディングスの傘下にある、不法銀行と合併した。なお、香港にも不法銀行が存在するが、これは、東フィナンシャルホールディングス関連会社の現地法人である。ありがとうございます。